はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もテリーのワンダーランドプレイしていきます。さあ今回はですね、前回クリアしなかったもう一つの扉と、そして S ランクまで、はい、いければなと思っています。そして今回も配合していきましょう。いや今回は本当にね、楽しみなモンスターが生まれるんですよね。まあ作れるというべきかな。合いましたね、このズシオマルトですね。はい、男爵でハテンハテンハテン。よし行きましょう。すごい魔物。ちょっと負荷は止めておいて。さあ来るぞおやつが。まあ男爵と別れるのはちょっと悲しいんですけど、これはもう仕方ない。よしと。じゃあ鑑定士のとこに行きましょうか。よし、鑑定士のとこに行きたいですね。さあもう見えると思いますけど、あ、来ましたね、デュラン。赤い悪魔鑑定してもらおう。これでメスって言われても結構困るけどな。あ、やっぱオスなんだ。特技すごい数で、レベルも99いくのかな。そして聞き分けのない子。なんだそれ。はい、じゃあ孵化させていきます。いや楽しみだな。結構強いんじゃないかな。さあ来るぞ、パカリ。お、いいな。名前か。はい、じゃあ名前はね、これドレアムと見せかけてドシアムですからね。このカタカナのじゃないな、ひらがなのシを使ってます。レジありませんからね。ドシアム行こう。よし、まがいもの連れていくぞ。うわ、これ過去最強じゃないか。じゃあこいつ育てたいからこうかな。いやすげえパーティーになってるよ。おお、わ、こう見たらなんかドレアムっぽい。こう見たらドレアムに見えるぞこいつ。よし行こう行こう。はい、では前回行けなかったところ、裁きの扉行きたいなと思います。いや最強モンスターもいるんでね、かっこ仮ですけど。いや能力の伸びだよな。悪魔系だからそこまで成長が遅いってこともないと思う。お、ブチキング。ブチキングいいんじゃないか。まあ、まずは、こいつら片付けていって。35。あ、やっぱ結構強いな。うわ、強い。舐めてたら死ぬよ。凍える吹雪打っとくか。こうかな。なかなか硬いな。よしよし、強い。口を塞いだだと。どうかな。うわ、おお、ドシアムやっぱ強いな最初から。あ、もう一個あげとくか。違う違う、骨付き。こいつ程度に霜降りはあげたくない。よし、さあレベルアップ、かなりいいんじゃないか。ん、そうでもない。あ、こいつも遅いのかも。そんなによくないよ。ん、今回こいつは育てないと。ランク S がまずい気がするんですけど、しかも仲間になってないし。はい、じゃあ今回もこんな感じでいきます。おっ、と思ったらいましたね。これも拾っとくか。あ、ルーラかよ。よし、うわ、生意気だな。いらねえからもうさっさといきますか。火炎で、こいつは防御。まあ生き残ったやつに骨付きぐらいあげるかな。
やつま。まあまあまあ。よし。まあこのターンで倒せるでしょう。レベル10ぐらいになってから勝負かな。仲間にならない。さあ行きましょうか。キラーグース来ましたね。押すか。はい、じゃあ目力でね。さすがにこの目は気になるな。そんな目してるか。まあ極端だな、ちょっと。はいはいはい、牧場へどうぞ。お、ヘルボックル。なんか別に肉あげなくても仲間になりますね、このレベルのやつだと。じゃあ名前はメスなんで小娘でいいかな。オスだったら小僧だったんだけど。子供だよなこれ。お、そしてこいつ来ましたね。いや今レベルこんな感じなんですけど、どうだろうな、一気に飛ばすの。大サービス。んー、まあ大して欲しいやついないかな。凍える、凍えるじゃないな。ベキラゴンの火炎の息かな。まずまず。まず一体片付けて。うわ、2体とも片付くかな。霜降りしかない。霜降りしかないな。あ、疾風好きで。よしと。さあ大サービスへ、どこまで飛ぶんだろう。お、最後のとこまで。あ、飛んだか。確か10回ぐらい飛ばしてくれるんだよな。お、あるけど。もう行っちゃうか。どうせレベル上がらないしな。あれ。まあ、雑魚は片付けて。よし。じゃあちょっと回復しとくか。スラボーンにこの、エルフの飲み薬いっぱいあるんで、これもあげとこう。じゃあ26回。お、こいつか。で、能力こんな感じですね。まあ、こいつもね、弱くはないんですけど、まあ、ちょっと最初の能力からしたら期待外れかな。もうちょっと育てないと、上がってこないみたいですね。じゃあ、クバ。すげえのあるな。屍だらけ。うわー、何これ。水は何に使うの。左の方のあれもえぐいな。うわ、被告人テリー。うん、あ、嫌がってた。いや、肉あげたらついてくるんだよ。おお、全滅してないけどな。あ、まあ確かに大会で1回全滅したか。やだ。あ、どっちにしろだろこれ。お、1人か。いい度胸してんな。
じゃメラミと、あ、これやっとくかな。食らうかな。るかな。うわ、パール。あ、食らった。食らった。あとは作るとして、るかな。うわ。あ、やばくない？スラちゃんがやばくない？ちょっとまずいんで、命大事で見守ろう。よし。あれ、精神ドイツだったっけ？ 2 回動けるんだよな、確か。まずいかも。うわ。コンボ決めてきてんな、こいつ。あ、でも大丈夫だ。イオナズンと凍える吹雪打って倒せないっていうのはもう絶望的だと思う。よし。あとは MP さえ持てば大丈夫っぽい。イオナズン強いな。あれ、回復しなくて大丈夫か。うん、ちょっとスラボーは命令で防御させとこう。ヨナズンも多分撃ってくるかな。あ、こっち2発か。まあ戻ってもいいんだけど、これで。吹雪マフラーが息耐性強いな。うん、こいつは意外に回復させないんだよな。お、攻撃か。よしよし。あれ、マフラー攻撃してんぞ。何攻撃してんの、あいつ。大丈夫か。あ、死んだ、死んだんじゃない。スラちゃん死んだよ。じゃあ歯を使うか。なんであいつ回復しなかったんだ。そういうとこあんな。あ、眩しい光打っていくか。まあ強いけど。あ、マジで。マジで窮地かも。ちょっと舐めてた。あれはもうないから、こうかな。スラちゃん死んじゃった。何やってんだあいつ。氷の息、いきなり火力下がったな。ルカなんかな。あ、食らわなくなってんな。じゃあ気合いため。まあ言って結構食らってるだろう。あ、死んだ。限界だったんかい。お、1万。あ、まあ2体だから。もっと伸びてよ。悪くはないんだけど。かまいたちはいらないかな。罪かな。あ、恨んでない。いや、気になるわ。どうだろうな、このメンツです無理だよな。あ、そう。アクバーと同じレベルだな。会いすぎて。よし。じゃあちょっとメンバー考えようか。はい、牧場まで来たんで、まあスラボーは外せないと。あとメタスラはないな。ロック調どうだ。まあ候補ですよね。
親切はちょっとあれなんですよね。ヒットポイントが気になるな。ということは、こうかな。現状だとこうかな。男爵もいなくなってしまったんでね。ちょっと凍える吹雪とかになったりとか微妙なんですけども、これでいくしかないな。はい、じゃあ成分をしたんで、このメンツで戦っていきましょう。こいつがどこまで行ってくるか、このヒットポイントは大きいと思う。あ、違うたわけて、その衣装で1万痛いよ。さあ、お、どうなんだこのメンツは。誰だこいつ敵のマスター、なんだこれ。ミステリードール、こうかな。踊ってきてる。あ、大丈夫じゃないかこれは。ヨーラ、お、強いな、さすがポップ死の踊りやばいの持ってんな。弱い。死の踊り、あ、まだザオラル系のやついないから死んだらもう負けですよ。目つき悪いな、ミステリードールよし、まあ1回戦はね。お、次兵士、なんだこれ、なめとんかいや、めちゃくちゃ強いんだろうな、こんな風貌でうわ、パワーある、パワーある。うお、マジ75、回復しなくて大丈夫か。パンチあるぞこいつら。それ大丈夫か。イオーラの方が良くない。よしよし、ラリホ、うわ、マジで、あ、一瞬で、ね、どういうこと寝て起きた。よし、ちょっと回復、うわ、回復してないぞ。大丈夫か。あれ、王様じゃない。ん、なんだ、メダルおじさんって王様でしょ。え、おう、なにマジで、うわー、過去最強だなこれ。大丈夫か、回復、回復、やばい、岩石や、お、耐えた耐えた。スラボ、なんで、なんでそれ打つの何回復しないの。え、大丈夫か。うわ、やばいぞ、やばいぞ。大丈夫かうわ、これはくっ王様強い。てか回復がうまくいってなかったな、マジか。魔物弱いね、いろ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 ラメンツ揃えてるかな。はい、ということでね、今回 S ランクの挑戦は失敗でしたね。やはり予想通りというか、今までなんかちょっとね、育てるモンスターがコロコロ変わってきた弱さが出たかな。でもちゃんと回復してくれてれば勝てた気もするんですけど、まあそれは言い訳ですからねはい、ということでね、次回はもうちょっとモンスター強化してですね、まあ底上げになるかな、レベルの底上げもして、はい、再び S ランクにリベンジしたいなと思います。はい、それでは今回の動画はここで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て焼きにつながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。